沖縄戦争の再監督なくした足りないってことだったんで、マウンドまで行って、完全に最後の夏の大会に肘が飛んだ、あらゆる治療をしたんです。霊媒師とか皆様こんにちは、今回の石毛しのみつ TV はですね、なんと沖縄にやってきております。沖縄っつったらオリオンビールでございますね今日はちょっとこう我々野球界の後輩の、大野凛をゲストに招いております。そして、元林健バンドのボーカルであるリーダーである、玉木さんに来ていただいて、いや玉木さんはですね、その後、県会議員にもやられてですねまあ素晴らしい才能の持ち主ですね。で、僕は今回沖縄よそ者ですから地元の玉木さんに、特に、大野凛に、フォーカスしながら、沖縄の野球事情なりいろんな諸々のことを MC 玉木によって我々がリードされて、そこにこうコメントをしていく、そういう流れでやっていきたいと思います。どうぞ玉木さん、よろしくお願いします。それでは早速行ってください。 MC がビールを飲んでよろしいそれではまあ出会いになってください。はい、高校球児で有名になった、それまでのちょっとした何歳から野球をやって、そのまあね、テレビ見て高校野球に憧れて野球やったのか、それとももう全て野球、すでに野球やってて、そういうもう子供だったのか。そうですね、僕も小学校1年にスタートはもう皆さんと同じような感じで、友達が始めたから始めるっていう感じで、で始めて小学校3年生4年生まではまあなんとなくという感じだったんですけど、で小学校5年生ぐらいに、当時中日ドラゴンズが、僕うるま市出身なんですけど、旧具志川、具志川市っていうところがあったんですけども、この具志川市で中日がキャンプしてたんですね。へえ、ですね、小松達夫さんとか、おー、はいはい、宮古さん、はいはいはい、宇野さん、はいはい、そういう世代の俺たちが日本シリーズで中日戦った時のメンバーだね、はいはい、そういう方々がもう本当に自宅から目と鼻先でキャンプしてて、それでずっと初めてそのプロの姿を見て、でそれでまた中日ドラゴンズの野球教室を、受けることになって、そこからですね、なんかスイッチが入ってしまったっていうか、自分もその強い憧れっていうんですかね。ピッチャー見て憧れたの、ピッチャーやっぱりピッチャーですね、やっぱり小松さんの速い球っていうのがやっぱりイメージありましたし、はい、あとバッターでいうと藤尾さんとかもいたりとか。おお、懐かしい。はい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 、はい、ちょっと戻るかもしれないけど、小松達夫さんという人は実は沖縄県で最初に脚光を浴びた富城高校の赤嶺健雄というピッチャーがいて、はい、そのピッチャーと当たったんだよね、ベスト8とかなんかで、その時にもう富城は全然打てずに、はい、結局1対0で当時富城、再監督が率いてた富城が負けたっていう、はい、当時赤嶺健雄優勝候補だったんですよ。おーおーおー、小松達夫にもう全部やられてしまって、はい、その小松達夫から教えよう。そっからですね、そっから、最初はずっとピッチャーだった。ピッチャーずっと、小学校もずっとピッチャーですし、あと中学校もピッチャーやってて、で中2の時に身長が一気に183センチまで伸びたんですよ。中2で183センチだった。今は僕185センチなんですよ。結構やっぱ体が大きいと、やっぱそれなりにいいボールになってるし、それなりのピッチャーになっていって、再先生からいわゆるスカウトという形で一緒に、県立高校なんですけども、特待生でも何でもないんですけども、だから沖縄の野球を語るときに、沖縄戦争の蔡監督なくしては語れないってことだったんで、でお二人が見るその蔡監督さんのイメージっていうか、蔡監督って言ったら、もう一番怖いというイメージでしたよね。怖いっていうことは何が怖いですか、これが怖いですか、これもアリーノだから。昔はですね、昔は、いや、たまたま僕の同級生が沖縄国際大学の監督してる時、はい、練習試合あまりにも強いもんだから、はい、当時の水産が、はい、で一緒に練習試合してるんだけど、はい、ちょっと水産の選手がちょっと長野さんと試合を止めたらしいんですね、サイさんちょっといいか止めて、はい、マウンドまで行って、はい、それと、よく聞いた話は、
あのダグアウトっていうのをベンチ裏に連れて行ってすごい音がガン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 鳴ってたっていう、それは僕はあの僕の同級生の国際大学の監督が言ってたから間違いないです。それ玉木さん、それ何年くらいなんですか。もう相当前だよね。もうね、30年近いぐらい前の話だ。まあ当時はやっぱり蔡さんってこれでやっぱり結構強くしていった部分があるんじゃないですか。牽制者はいはい、やられたの、やられたの。そうですね。僕は身長、自己ですからね。僕は身長高いので、はい、サイズは割と小柄なんですけど、ジャンプしながら殴ってたの。パンチが届かなくて、首にパンチ食らってっていう、そういうのもあったりとかね。うん、この内容っていうのは、沖縄を変えた男っていう映画が、沖縄でできましたんで、あれ何年前の映画でしたか、ね、はい、5、6年前かな。6年、7年、そうですね、そのくらいになりますね。いや、その時の社会で、僕はお会いしてるから、記者会で最優監督の物語です。はい、それをガレージセールのゴリが演じて、もう生々しくそういうこの鉄拳制裁のものを持ってて。ありましたけども、やっぱりその追い込む、精神的に追い込んで、まず褒めることはまずしなくて、昔の指導者そうですね、追い込んで、崖に落として、そこから這い上がってこいっていう、そういう、まあ、当時はね、そういうどの強豪校も教育の一環でしたよね。そうなんですね。昔はもう、なんつうんですか、なんだっけ、いろんないじめとか、ね、そういうのなくて、すべて教育と指導の大きくなってましたからね。石木さんの時代は、水は飲んでよかったんですか。ダメですよ。ダメですよ。サイさんも飲まさなかったでしょ。いや、途中から富士の時代は飲まさない。富士の時代はやはりそういう時代でしたけど、僕が入学した時は、沖縄水産グラウンドが2面あるんですね。その球場と球場の間にきちんと冷水機っていうのが、冷水機があって、水は飲み放題で、だって沖縄で暑いのに飲まないと大変でしょ。まあだからサイさんもそういう厳しいところは多々ありましたけども、一番やっぱり蔡先生が、まあ、そういう教え子思いというか人思いというか、愛情があるっていうのがあってですね、部員が120から130人いたんですよ。レギュラーはほっといても、まあ、例えばその進学先とか就職先には止まらない進路がね、ちゃんとオファーがあるんですよね。まずは控えの選手から企業回りをしていって、控えの選手から進路を決めていくんですよ。で最後にレギュラーの選手らをそういう進路先を決めてっていう、皆さん聞いてくれました？投げるだけじゃないんですよ。そう、投げた後はちゃんとその後の進路を世話するのが昔の指導者だったんですね。はい、まあ、まあ今風で言うと GM 的な選手を引っ張ってきて3段階扱って教育してで野球も仕上げて鉄拳先生もあったんだろうけども、まあ、殴られる方にもいろいろものがあったんでしょう。だけど殴った次の意識と、まあ、その時は多分こいつを何とかしてあげたいという愛情があったんでしょう、それを持って最後卒業する時はちゃんと進学なのか就職なのか世話をするという蔡監督ってこれだけじゃないんでしょう。やられた本人が言ってるわけです、間違いないです。で蔡さん酒も好きだったよね。おお、酔っ払ってる姿しか見てないから。よく夜中あったんですよ、はい、当時僕ら その芸能関係の連中が行くところにやっぱり顔を出すっていう感じで、やっぱ人脈顔を広げたんですよね。だって一応高校の監督で、夜そんなところに飲み散らかしてていいんですか。いいんですね。あ、それは何も言わなかったんだ。誰も言わなかった。あ、で本人はなんか昔よく流行ったペナントっていうのがはい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 、ありますね。沖縄水産準優勝っていうやつを、あれをみんなに配ってましたよ。一軒抜きやる、いわゆるあれですね、もう営業周りそうそう、かなりはしごしてたような気がする。相当な、まあマルチ監督ですね。夜も強かったし、はい、もう朝も強いだろうし、野球に対する情熱もあるしね、体持つのかなと思ったんですけどね。一番の思い出なんかあるの。そうですね、もう、まあ、僕は3年生の最後の夏の大会に肘を故障したんですね。大会中に、大会中といいますか、大会前の熊本遠征で肘が飛んだ、はい、飛んだっていう、はいはいはい、だからもう夏の大会前だったので病院にも行けず治療も行けず、まあ、結局痛いまま我慢して予選を迎えて、なんとか痛いながらにも、まあ、1回戦2回戦はまあなんとか乗り切ったんですけど、玉木さん、その時の沖縄水産は大野凛のエースが1人のチームだったんですか。全部自分1人で投げるっていう、だからあの時は全員はそこそこいるわけでしょ、強豪校ですから。そうなんですよね。全
全部一人で投げたのしか見てないですね。いやなんかよく戦いユースで使いすぎで、あそうですね、その時の蔡さんの名言があって、はい、なんかのものの本で見ましたけどね、はい、君と心中するっていう、そりゃ監督はいいけどね、まだ若いんだから心中したくない蔡監督すいませんいや蔡監督もうここにいますんでそうなんだ。ただまあその故障の中で県予選の準決勝はもうどうしてももう相手が強豪校でですね、ちなみにどこなの？那覇商業、当時は那覇商業というライバルチームがいて、大会前の練習試合で4連敗してる相手で、これはまずいと思って、そこで初めて蔡先生にあのちょっと肘がやばいですということで、そこですぐ電話で、どっかに電話して、で、お医者さんが来たんですよ。グラウンドに？グラウンドに。行くんじゃないし。はい。で、準決勝と決勝戦の前に、選手が試合会場をついて、バス全員降ろして、お医者さんがバスに乗り込んできて、うん、僕だけ残ってて、うん、そこであの痛み止めの注射を打って、うん、準決勝決勝は乗り越えてですね、うん、まあ、そこで甲子園は掴んだんですけども、だから甲子園行ってもまたずっと肘が悪くて、うん、もうあらゆる治療をしたんですね、うん、あの佐賀まで整体、有名な整体の先生行ったり、電気針とか、うん、実際の針打ったり、はいはいはい、いろいろ、はい、あと面白いのが麦シップって言って、麦をシップにして、それは初めて聞いた。そうなんです、馬肉とかね、そういうのとか、そうそう、ね、まさにそういう感じの麦をやったりだとか、まあ、あとはあれですね、霊媒師とかもうありとはあらゆる、あとエスパーシールって言って、知りません、エスパー、あとなんか宇宙の力を借りるシールだとか、もうありとあらゆる、だから霊媒師だからちょっとお墓にひびが入ってるねとか、なんかそういう感じとか言われたりとか、宇宙の力を取るって言って、それをグローブの中に貼って、あ、でも結構効き目あったのかなっていうのは、だからとにかくあれとあらゆる治療を、あれ効いてないと普通だしたら医者がですね、今の時代だったら絶対マウンドに行くなと、あなたに住みなさいと言われてるぐらいの重症なんですよ。でそれで投げまくってるわけじゃない、今の時代ではありえないですよね。ドクターも監督に言わなかったのかね、これ以上使ったら壊れますよみたいな、もう壊れてるかもわかんないんだけど、まあ、そうですね、うん、ただやっぱり僕自身が背番号1を背負って、また前年度準優勝チーム、準優勝のチームなので、もう周りから今年は優勝だっていう、やろうなく期待されるんですよ。だからもう痛いかゆいっていう、もう言えないっていうのもあって、やっぱこの背番号1を、まあ、あの名門校の背番号1っていうのもあって、なかなかやっぱり自分から痛いです、バウンドおりますっていうことは言えないですし、あと小さい頃からやっぱ夢見ていた場所だったので、どんなことがあっても譲りたくないっていう、そういう思いですから、その時は2年後3年後の自分の将来は見えなかったですね。まあ、例えば俺はプロで投げるんだとか、そういうのを持っておけば、ね、そこで休んだりしたかもしれないです。でも高校野球で完全燃焼してしまったみたいなところがあるかもしれない。でも、ね、あの松坂大輔でも延長17回投げた、うん、翌日にテーピングをビリ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 って破って、明徳義塾戦のマウンドに途中から向かったりとか、やっぱりこの一瞬一瞬っていうんですかね、やっぱ高校野球のこの素晴らしさの一つでもあるんですけど、仲間のためにっていう、そういう、すいません、まあ、あの高校球児の反逆児みたいなもので、甲子園にも憧れなかったし、行きたいと思わなかったし。なんでそのね、背番号1のその使命感、責任感、全然わからないし、甲子園ってステージ分かってないから、そんなものは全然僕にはないんですよね。ただ俺が野球やってたのは、上手くなりてえな、どうせあれなら上手くなりてえし、あいつに負けたくねえな、くらいなもんで、そこに甲子園があるからどうのこうのとか、自分の肘も壊して、体も壊して、はっきり言ってバカじゃないのみたいな。まさにおっしゃる通りで、だからやっぱり最近も現代は、あの甲子園だけが全てじゃないっていうもので、最初からプロ目指す、あの高校生もいますし、あと本当にあの、まあ、ストイックにだったりとか、自分を追い込んでやるっていうよりも、あの本当に楽しんでね、ですからあの高校野球もトーナメントから今リーグ戦やってる地域もあったりとかですね、高校野球も変わりつつありますよね、やっぱそれぞれの敵というか、ね、今リンが言ってるようにね、高校球児で16、11、18の若者が、ね、背番号1を背負ってチームのためにね、例えば沖縄のためにという、背負い込んで頑張るという今若者がね、俺はいないと思うんだよね。だからその多感期を迎える16、17、18の時に
そんな感情を持ってるということは、はっきり言って俺にしたら大人なんだよ。大人っていうか、何なんだろうな、まあ、アスリートとしては、まあ、素晴らしい、まあ、あのバカだけどいいんじゃないみたいな、今そういう人いなくなったよねみたいな、あの今俺東京に、まあ、拠点があっていろいろ話をしていくんだけど、いわゆるその会社でもね、お前ら死に物狂いで頑張れ、ね、死ぬ気で頑張れよ、目いっぱいやんだって言ってると、目いっぱいって何ですか、死ぬ気だったら死んじゃうんじゃないですかみたいなそういう若者がいるらしいんだよね、はいはい、うん、だから今大野凛が言ったような、そんな思いを例えばこの YouTube で皆さん聞いてね、あ、そういうことだ、じゃあ俺はどうなんだろうという、だから振り返るようなね、いい問題提供してくれたなと思って、うん、今ね、日本のスポーツ界、野球の野球人に足りないとこはそういうとこなんじゃねえのかなと思ってたな。じゃあ今、大谷翔平の、あの野球、ベースボール本場のね、アメリカで頑張ってくれてるけど、大谷翔平のあの、まあ一見我々で楽しんでるなという雰囲気はどういうふうに捉えます？僕も本当に羨ましいというか、ね、あの楽しんで野球をやることってどういうことなのかなっていうのが、うん、でも俺はね、彼は楽しむっていう、まあ楽しんでるように見えるけど、はい、あの実際は彼自身は野球は多分仕事として捉えた場合にそうそう楽しむことできないじゃないですか、うん、だけど良い結果を出す、その結果を出してほんの一瞬楽しんでるなっていう、それが楽しむ、楽しんだらいいんですみたいな、うん、なんかそういう風、ほんの一時期もっとその下には氷山の一角でもっといっぱいこうね努力してるものがあるんだけど、その楽しんでるっていう氷山の表に出たものが、それをなんかみんながちょっとこう軽く受け止めて楽しみはいいんだみたいなとってしまうと、なんか人生もスポーツ界もちょっとなんかあんまり人に感動を与えるようなものがなんのかなっていう、その辺の気分はすごいあるんですね。今の話じゃないんですけど、彼はチームを背負うというよりも沖縄県を背負ってた、かなり重いんですよ。すごいなそれ。沖縄県を背負ってるから、初の優勝だっていう期待を持たれて、これを自分がちょっと調子悪いから出れませんなんて言えなかったんだから。ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。